口。皆さんこんばんは、くじニュースのお時間です。司会の遠藤ジョージです。皆さん、より寒さが増した気がします。中井誠吾です。暖かくなるようなトークで張り切ってまいりますので、最後までお付き合いください。この番組はくじの発見と魅力を皆様にお届けする番組です。では早速進めていきます。くじ市の冬の最大イベント、北三陸くじ冬の市です。他にも JR 八戸線の情報もありますので、そちらも一緒にご覧ください。では早速ご覧ください。北三陸くじ冬の市1回目。皆さんおはようございます。この冬の市を思う存分ゆっくりと楽しんでいただきたいと思います。よろしくお願いします。オープニングセレモニーでは、街中の一品が当たる景品付き餅巻きも開催。限定100杯で振る舞われた酒汁には、たくさんの人が行列を作りました。その他にはサイコロを振ってお得に商品がゲットできるサイコロゲーム、また普段体験することができない荒巻酒造り体験も行われました。北三陸くじ冬の市2回目。十文字チキンカンパニーさんのチキン格安販売も行われ、多くの人たちが鶏肉を求め長蛇の列ができました。子どもたちによるダンスパフォーマンスも披露。クイズラリーに挑戦。皆さんも一緒にクイズを考えてみてください。第1問。次の問題を求めて次の会場へ。第2問。少年の旅はさらに続く。第3問。アマチャーハウス。第4問。ジオラマに夢中になりスルー。少年の旅はさらに続く。第5問。第6問。終了。ノンさんが原画を描いたシャッターアート、正解は何個ありましたでしょうか。2月18日の冬の市にもぜひ遊びに来てください。お知らせ。この春、JR 八戸線旧型車両が引退します。12月2日から新型機動車キハ E130系500番台の運転を開始しました。八戸線キハ40系、今までありがとう。旧型車両は3月のダイヤ改正まで運行予定。昭和のレトロな雰囲気を楽しめるのは今だけ。皆さんいかがだったでしょうか。八戸線のキハ40系は3月まで運行します。本当に今までお疲れ様でした。引退までに乗車して八戸線の車窓を久しぶりに楽しもうと思います。ではまた次回の放送でお会いしましょう。